ソフトバンクグループソフトバンクグループジャパンソフトバンク A ホールディングス Z ホールディングスライン株式会社ラインファイナンシャルライン証券野村ホールディングスライン証券ライン証券株式会社は日本の証券会社ライン傘参加の中間持ち株会社ラインファイナンシャルと野村ホールディングスの共同出資により設立され2019年11月よりサービスを開始した 20代から30代の若年層が口座開設者の過半数を占める。口座開設や取引に専用のアプリケーションのダウンロードは必要なくスマートフォンの LINE 内で銘柄選びから購入まで数タップの操作で完結する簡便性や平日は21時まで取引ができ1株単位の単元未満株の株式売買を行うことができる等、 株初心者を意識した設計となっている。中上級の投資経験者も取り込み、サービス開始から1年が経過した2020年9月時点で、口座数は30万口を突破した。2020年3月より、サービス開始された、外国為替商拠金取引サービス、ライン FX の口座数は2020年11月時点で、10万口に到達した。 相対取引による株の売買でサービスを開始し、2020年5月に東京証券取引所上場銘柄の現物取引の取扱いを開始した。2020年5月21日には信用取引の取扱いを開始、売買代金は無料としている。同年6月17日には毎月最低1000円からの小額積み立てができ、QR バーコード決済サービス、 ラインペイ残高からの引き落としにも対応した投資信託の積み立てサービスを開始。2021年にはアイデコへの対応も予定しているなど、順次サービスを拡大させ、フルラインナップ化している。特徴的な取り組みとして、講座開設時にクイズが出題され、3問中2問正解すれば、対象銘柄3株分の購入代金がもらえる、初株チャンスキャンペーンを展開。 また、個人に、人気の銘柄が、夕方の一定時間、その日の終わり値よりも安い価格で購入することができる、ゲリラ企画、株のタイムセールも行われている。開催直前に、ライン証券のツイッターアカウントやラインアカウントで、告知される。ライン経済券を活用した取り組みとしては、ポイント投資に対応しており、ラインポイントを1ポイント1円として、株や、 投資信託の買い付け代金に充てることもできる。値上がりや値下がりといった値動き率が高いご銘柄の、銘柄名、価格、騰落率の情報が、LINE 公式アカウントより通知される、ランキング通知や、決算速報等の配信も行っている。ありがとうございます。